皆さんこんにちは。いや今日もね対談のお時間になっています。今日のスペシャルゲストは見てください、この格好、土見門金継さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、知らない方のために今どういった役職っていうかお仕事を。ご覧の通りですね、これ神主の白衣と書いて白衣と言います。白衣かっこいいですね。僕初めてもう間近で目の前で見て。あ、そうです、ありがとうございます。まあ今旗宇治というね、深草旗宇治の筆頭棟梁、簡単にはトップですね。トップなんですよね。はい、させていただいております。はい、一応そういった家系で生まれたって感じなんですか、ね。まあ、一族を ですね、はい、約2600年続く。あ、もうちょっとあるんですね。本当もうちょっと本当はもっとあるけど、その家系で生まれて、はい、そういった神主でありお役職を継いでって形です。そうでございます。幼少期から結構こういったことに携われるようになったと思うんですけど、当時はですからこういう家だっていうことを全く分かってないわけで、はい、1年始まったわけじゃなくて、もう伏線があって、幼少期からずっと慣れ親しんで、近所のおっちゃんなのか親戚なのか分かんない2人がずっと、はい、大体夕方とか時には朝とか土日とか世話をしてくれるわけですね。世話を、はい、まあ、外でですか。外です、外です、基本外です。その中でたまにはこう話がこうポツポツとこう来るもんで、はい、興味が出てきて、歴史が好きだったわけもあるんで、ちっちゃい頃なんか戦国時代とか、はい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 、うん、ちょっとかっこいいね、ちょっとかっこいい武将とか、そう、鎧とかね。あ、確かに確かに、はい、そういうのに振られてこうちょっと話をしてるうちにですね、ちょっとやってみるかみたいなことを言われながら、軽く組み手やったりとか、そういうのがだんだん始まっていった感じですかね、うん。そこでいろんなことを教えてもらうっていう、歴史であったり 武術っていうんですかね、その体術っていう言い方をしてますけど、体術の中に武術があります。はあ、うん、その長い歴史の中で口伝で伝わってきたものですよね、おそらく。まあ、そうですね、はい。そういったものを幼少期から口伝っていうのもその当時知らないんですよ。勝手に一方的に聞いてる感じ、うん、小学校 5,6 年ぐらいからちょっと本格的にやろうかみたいな感じで、そこから急にボコボコにされるわけですね。実際に組み手みたいな感じで、組み手です、投げ飛ばされたりとか、市内という称して木刀を持って、怖下手したら死んじゃうような。そうです、ね、打撲の跡いっぱいある。打撲がありました。すごいっすね、はい、それはある意味土見門さんが選ばれたみたいな感じなんですか、その当時は候補生。いっぱいじゃいたんですか。何人かいたって感じですね。その中でまあ見込みが誰が生き残るか、全然残っていくか、それで残ったっていうか、結果的に残った感じですね。残って、まあ、そういったことをね、お仕事としてやることになると思うんですけど、一般のね会社にも勤まれたっていう。はい、そうですね。それはなぜこの道を進まず、そういったところに。途中からこう占いがこう入るわけですよ、はい、交通平定とかね、ネイストラって、当時だったらなんでカレンダー覚えんねんって感じですよ。ちょっとこれきついわみたいな、こんなどこで使うかわからんもん、なんでこんな毎日してんだって、なんかちょっとまあ思うわけですよ、はい。それである時にちょっとまあ普通に就職ですか、そういった意味では。そうです、学校出た後に明日から東京って言って、親が考える間もなく、はい、ポーンと東京出ていったんです。でそこで一回就職するんですけど、やっぱり追っかけてくるんで、来るんだ、うん、仕方がないんで、またじゃあって今度アメリカにポーンと行かれて。そうです、アメリカでも IT 系の IT ですね。ただね、結局2年でね、体頭壊しちゃって、普通に体調崩されて。そうです、結局その復帰でもう仕方ない、実家頼るしかなくなっちゃったんですよ、動けなくなっちゃって。ああ、まあそうか、うん、ある意味導きみたいな。導きです。それで仕方ないっつって家にしぶしぶ帰って、何のまあね、とがもなく普通にっていう感じでしたけど、やっぱりその後鍛え切ってた体が全部痩せ細っちゃって、うん、体重も半分近くなっちゃったんですね。そこからやっぱ不安もあったんで、改めて友人にどうなんていうか見てくれと。今まで占い嫌いだったんですよ。ああ、占いをね、うん、決まってるわけないって言いたいのと、決めてほしくない気持ち、全否定したかったんですよ、はい。だけどもニッチもサッチもいかなくなったんで、ちょっと見てってお願いしたら、うん、何も言ってないんですよ、家のことなんかね、はい。パッと見た瞬間、フルイエローって
それが何かあるのって言ったら、まず言われたのは、家継ぐか死ぬかどっちかしかないって出てると。究極の選択じゃないですか。そうそうそう。お願いしとって変ですけど、勘ぐってるんで、はい、分かってるのは どこで分かんのって言ったら、じーっと見て、体を壊してる時間、日にち、何日の何時間何時で頭壊したやろって。で倒れてるから、ここで分岐点あったんやねん。はあ。ほんならもう、ほぼ時間ドンピシャですよね。分まで当たんなかったけど、ほぼ時間が当たって。時間当たってる時点でやばいっすよね。やばいですね。日にちもですもんね。そうそうそう。その時言われたのは、強さは変えれるって言われたんですよ。強さは変えれる。つまり、強弱は変えれる。はい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 。運が悪くても、弱めることはできる。できる。大吉か小吉も選べる。ああ大凶と小凶も選べる。ああそういう対策があるから、こういうのを知った上で、対策をするっていうのが大事だと。はあ。そういうことならっていうんでちょっとねふっと我に返ったって変ですけど、はい、ちょっとやってみようかなとどうせ継ぐならね、はい、本格的に本格的にこの道が始まるあそうです、はい、30歳ぐらいでしたっけその時そこで28そっからそういった歴史とか古神道であったりそのタイミングで神主さんにもそうです神主もなってなって、うんはい、そもそも旗氏グループの旗氏っていう何て言えばいいんですかその家ですか旗氏っていうそのくくりは、まあ、家でもあるし集団でもあるしですよねですからもうある意味今はもう直系とかその血族で言うとかなり減ってしまったんですけど、はい、生き方っていうんですかねこういうのを大事にするっていうようなものをずっと志というのか思いを持ってやってる感じですねよく都市伝説的にはねすごい集団っていうくくりで紹介されたりするんですけど、はい、ある意味そこのトップですもんね旗打ちで1枚板じゃないんで数で数で5つあって、はい、そのうちの大きい勢力持ってるのが大体3つ、深草とね、松尾でちょっとこっちは言えないと言えないとその3つのが大体これ言えない理由は何かあるんでしたっけあの一番今活発に動いてるお、ね、逐一情報入ってくる逐一情報が入ってくる、はい、なんかちょっと陰謀っぽく言っちゃうとおそらくこの世を動かしてるような方々旗を実際に動かしてる方々そんな感じですねとんでもない権力をお持ちですよねだってこれ2000大体の企業には入ってると思いますね大体の企業に入ってるんですか、はい、大手企業とか普段は企業的には敵対してる見えて表向きはね表向きは敵対って言ってもあれですよねあの多分商品開発の競争してるそうですよね競合相手みたいなより良いものを作るのに同じ商品わざと2個作るとか1個で独占させないですね、はい、競争を作らせて切磋琢磨させて、うん、そうで成長していくみたいな、はい、そうですわざとそういうのをね作って当事者だけは分かんないんです働いてる人たちはねそういう仕組みを作っていくでもこの旗氏さんというかこの旗氏結構陰謀的に言われるのがトライ系の種族というか方々都市伝説がよく言われるじゃないですか、うん、ユダヤから来たとか日中同窓論って住川さん的には彼らがどういったルーツでもともと日本にいて出て帰ってきたともともと日本にはいた方々いた、はい、縄文より前です縄文より前か縄文時代というのかね縄文も古い時代が3つぐらい分かれますからああそう確かに確かに、はい、その真ん中から後ろとかそんな感じで聞いてはいます一般的に言われてるトライ系っていうのじゃなくてその前からいてというのは何でかというとでかい集団が動くってことは、はい、目的地が分かってないと動かせないんじゃないですかそうですねその意思がしっかりしてないと、うん、そうここへ行くぞっていうの分かってるってことはバラバラしちゃいますもんね、うん、ってことで最初に数十人単位で出てるはずなんですよかなりぶっ飛んでますけどエジプトとか古代エジプトとかあの辺にも、はい、そうですねエジプトから伝わったのは私たちは陰陽道って言ってるんですエジプトから神道とかその辺もそうですかある意味神道はちょっと別です。別です日本です。はい。陰陽道が主にエジプトから来てるんですか発展したのはだから、エジプトの方で。はぁ。錬金術ですよ。よく言うあの錬金術。うん、錬金術で一回発展栄えたやつが逆輸入の形で、エジプト方面から出てきた人たちが中国を立って、何らかの理由で翻訳されたんですよ。だから陰陽五行説ってねあの中国なのはおそらくそこから辿ってきたのがたまたまそういった形で中国で根付いてさらに日本に戻ってきてっていう感じで陰陽道になった変えた意図を見るとなんか隠さないといけなかったのかなと思うんですけど、ね、秘密がおそらくあって中国で結構無理やり読み方に音あの漢字を当てはめますよね、はい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 、それを訓読みすると陰陽道だけど音読みする とだからこの発音が古代のエジプト語に近いものがいっぱいあるという そういう感じなんですよで同じことをして同じ書き方してる例えば西遊記もそんな書き方してますなるほどね日本語で読むとそうなんだけど中国読みした音を拾っていくとこれがこっちの言葉でどういう意味とはまっていくかって分かってくる、でもねなんかちょっと話聞いてるともっと遡った宇宙とかそういったところまで口伝が遡ってるって聞いて、はいはい、雑伝って言うんですよね検証不能っていうことでそうですよねそうそう、はい、分からないんだけどなんかそういうのは伝わってると星から来たって聞いてるんですねこれ当時知った時にはだからなわけねえだろうって突っ込んだの突っ込んじゃいますよね、うん、普段真面目な顔して
てさ、すごい論理的な話に突然ボーっとで、たまに夜空見てたら、あの星から来たんだよって、なんか変な、なんか映画の演出かよって思った時に思ったんですね。ちょっとロマンチックなね、うん、でもジジイ2人ですからね、ジジイ2人が、うん、それはどうもなって思ってたんですけど、いろんなとこ見ていくと、あながち嘘とは言えないなっていう感じもあるわけです。それに基づいた紐づいた雑誌の中に、こういうとこに住んでたとか、こういうものがあったって言ったら、そういうのが遺跡がやっぱり出てくるわけじゃないですか。そうするとあれがつながってるのかなとかね、僕たちのルーツとなる人々ですよね。そのそうですそうです、はい、が地球に降り立ってってことですか。降り立ってっていう、うん、その縄文より前の遺跡とかそういったものがつながってくるんですかね。つながっていきますしね。岩をこねたって書いててね、綺麗にピッチではまったね、ナスカとかの明らかに削ったんじゃなくて、粘土にこねてペタってやると綺麗にはまるんじゃないかってね。あ、それこそエジプトのピラミッドとか、そうそうそう、特にあの南アメリカなんかするとわざと手形がついたりするじゃないですか、綺麗に手形で掘ったにしてはお菓子が滑らかなんですよ。そういうの技術を持ってたとか、そういう話してたら、後からやっぱ知るとやっぱりいたのかな。でも今でこそこうやって言えますけど、はい、当時でしょ。しかもこんな偶然やってると何言ってんすかって間違いないです、ね、間違いないですね。 IT やってる時もそうです。 IT やってて偶然でだけで白い目で見られて確かに確かに、そこで宇宙の話したらもっとやばい人、やばいやばい人になっちゃう、ね、そうそうそう、まあ、そういうのがあってなかなか喋んなかったですね。ちなみにピラミッドどう作ったかとかってその辺も分かったりするんですか。ピラミッドも結構古典でいくつか残って残ってるんですか。なんか音使ったとか、あ、やっぱ音なんだ。浮かして、浮かすってこう浮かすと思うでしょ。1ミリ浮けば引っ張れますよね。あ、そっか、リニアモーターみたいな。1ミリか5ミリ動けばいいでしょっていうのを聞いてましたね。だから振動させればいいんです。そういった技術が、まあ、ある意味今ではないじゃないじゃないですか。研究してる最中もいるかもしれないですけど、 あるんですけど、産業革命か、はい、あの時代に全部潰されちゃうんです。割と最近っすね、産業革命って。そうそうそう、あそこで潰されたんですか。重機が売れなくなるから。ああ、もう機械とか技術が、例えば大阪城の一番でかいね、たこ石とかってあれ運べちゃうんだけど、はい、あれをだから人が運んでたっていうことは、基本重火器いらないんです、重機が。でも今の重機はあんな多分運べきれないと思うんですね、はい、相当でかいやつを。確かに確かに。引っ張りはできるんだけど、多分地盤が先に作ってからじゃないと引っ張れないでしょ、それいらないわけですよ。そういう考えたら産業革命で、あれ大きい機関車とか蒸気機関とかいうものを売ろうとすると邪魔なんで、ビジネスじゃないですか。ビジネスです。だから解体されてるんです。そのタイミングで全部そういった技術が失われていく。うわ、もったいないことしてますね。欲ですよね、人間の。欲です。できてたことができなくなるから、それがどん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 個人の方に来てきて、だんだん能力が落ちてきてる状態。ああ、なるほどね。大きいとこからなくされていって、個人のそういった感性であったり、うん、第六感みたいなものもどんどんなくなっていって。そうです。依存性が高まりますでしょ、物とか技術とかそういったものにね、頼るようになっちゃって、もう今じゃ何もできなくなっちゃって、それが行き過ぎちゃったから、また今度戻そうって話。はあ、今時代の流れそんな感じなんですね。そうですそうです。わかりやすい。チミカさん的には何千回聞かれたかもしれないですけど、来年がやばいやばいって言われてるじゃないですか、はいはい、スピリチュアル的に言うと風の時代が来るとかいろいろ言われてますけど、なんかあるんですか、その陰陽道的には。2026か2027にかけて運勢カラッと変わる人がすっごい多かったんですよ。運勢がここまでは本当準備期間、長い準備期間だった方がいて、最初はこうこの人もかこの人もかと10人続いてくるとちょっとあれと思う。10人続いてくるとやばいですね。で結局 5,60 人いた時に、あれほぼ全員じゃん、高い確率で切り替わるタイミングが来てるんですよね、時期が。おそらくじゃあみんないい意味で切り替わるってことなんですか。そういうものを期待できるなと思ったんです。ただ問題は準備、今何をしてるか。そうそうそう、こっちの意思関係ないです。これ関係ないですか。あの僕はいくら引きこもりたいって言っても出されちゃうんで。あ、もう運命が操作してるってことか。仮面もあねしてたのか。そうそうそう、今日初めてね撮ってくれた。いや、波はいい波来てるけど、あとはサーフィンと一緒ですよ、腕力っていうんですかね。もうそこは自力でね、ガーッと書かないといけない。ということは、そのへばってる腕をなんとか太くそがないといけないんで、今このタイミングに鍛えてね。そうそうそう、うわ乗りたいね、みんなそのピックウェーブね。やり方っていうかコツはあるんですか。簡単じゃ簡単ですよ。自分がしたいこと本当に素直にやる。本当にね、そこですよね。直感的にね。直感直感、うん。あとやっぱり周囲のこと考えるかな。最後やっぱり自分だけ成功とかね、うん、いい方向行くってなかなか難しいので、うん、だからやっぱり人助け合いですよ、ね。助け合い大事。はあ。都市伝説的な質問していいですか。はい。答えれる範囲。今日大丈夫ですかね。NG ありますか。大丈夫です。まあまあなんかあればね。はい、なんか顔隠してる。都市伝説一般的に言われる。みんなやっぱ気になるんですよ。天皇とかそういった話をすると、ヤタガラス、裏天皇とか一般的に都市伝説に言う、そんな組織存在するのかみたいな。それは存在します。
存在する裏天皇と言われているように何かしら動いてくれてるってことなんですか。そういう点では国を守るために動いてるんで、ありとあらゆることを日本のためにするっていう、まあ、悪名をかぶってもやるって決めてる方々は、表情はひょっとしたらもう暴力団のボスに見えるとかねやっぱそうなんです、うん、そう、もう自分で腹くくってるんで悪人として名前が残っても辞さずっていう、日本のためなら、日本のためなら、みんなやっぱそこの意識は、まあ、国体ということで日本のためなんですよね。やっぱそこはね、日本のためですね。はい、噂ですよ、噂では戸籍がないとか、彼らは戸籍がないというより戸籍がいっぱいあるとか、いっぱいスパイじゃないですか、はい、そうそうそう、パスポートいっぱいあるみたいな感じですか。まあ、そうそうそう、そういう方もいらっしゃる。それは与えられるってことなんですよね。さ、まあ、そういう親役の方で 国とか、まあ、言っていいとかあれですけど、まあ、言っちゃったかちなみにじゃあこれもなんかいろんな方々と対談していくと、はい、天皇には特別なお力があるっていうことがたくさんいて、特別なお力っていうのが僕がお聞きしたら、もうその生まれた時からこうやって育てられてるから信じる力がすごいと、信じる力で不可能を可能にするようなことが彼らはできるってお聞きしたんですけど、どうですかね。いくつかはその事例は伺ってるんで。え、事例？なるほどと思いましたね。それは誰にもできるのか、天皇の持ってるお力なのか。いや、僕は誰でもできると思って、うん、あ、誰でもできるんですか、うん、どこまで信じきるってなかなか難しい。あ、やっぱそこなんですか。そうそう、ここがいつが悪さするんで、そこがどんだけ外せるかだと思うんでね。すみません、ちょっと繋がってないのどんどん投げちゃいますけど、はい、都市伝説的にね、アメリカがイラクやらあの辺で戦争、中東で、これ本当都市伝説的にも遺跡とか、あの辺にはシュメル文明とかね、結構重要な遺跡があって、そういったのはある意味一つ破壊活動じゃないけど、それも兼ねてやってるみたいな、積川さん的にも、ね、そういった、それは事実ですね。事実なんですか、はい、友人とか知り合いで確認しに行って、知り合いが確認しに行ったんですか。あ、全部飛んで100何カ国全部飛び回って。何者ですか、その傭兵。あ、傭兵、はい、実際戦闘に入って、日本人ですよ、戦闘に行って、そこ全部アメリカ軍が砲撃した跡を全部確認しながら回ってた、全部遺跡の跡だったっていう。破壊しちゃってるんですか、遺跡を。破壊して残したくないんですか。残したくないんでしょうね。結局今日本がいると一番古い民族は聖書からつながる。聖書からね。そうするとユダヤ教から始まってね、うん、始まっちゃう。そうすると2番目はって言ったら、兄弟で喧嘩して殺しちゃった側になっちゃうのが、だから2番目ですよね。今戦争やらこういった感じで歴史を書き消して、うん、破壊したはずなのに、そこからまたね、実はポロッと出てきたら後ろに洞窟があって、そこに事実があったとか、そういう遺跡も出てくるんで、面白いようにじゃ完全に消せないんです、やっぱり。うわ、そういうのはもうメディアには出ないですもん、ね、出ないですよ。どっかの、ね、大仏を破壊して全部破壊しきったと思ったら、地元の方が何とか一生懸命復興しようとしてたら穴が見つかったんですよ、大仏自体がカモフラージュだったってことです。やば。それはあのイラン、イラクとかあの辺にあるんですよ。逆に空気に触れてなかった分すごく綺麗な。綺麗か。探検行きたいです。インディ・ジョーンズじゃないですか。そう。たださすがに破壊活動があったから、今全部立ち入り禁止になっちゃってるんですよね。うわ、気になるね、その何が眠ってるのか、うん、本当の歴史ですよね。そうです、そうです。そういった意味ではもうだから日本のこの歴史もある意味消されちゃってる部分も多くあるんですね。まあ、あると思いますね。古事記のから始まって、はい、強い方が当然歴史残しますからね。まあ、そうですよね、うん、何が消えたのかとかね、うん、ただ消せないのもいっぱいあるんですよ。どうしてどうしても残っちゃう真実は結局ね。そうそう、そういった意味ではね、うん、そこをちょっと変えてあげると、あ、なるほどなって出てくるんですよ。そういった意味では第二次世界大戦とかあの辺の日本が敗戦してなんかあるんですか、歴史の真実っていうか表では語られてないような。 GHQ がね、マッカーサーがこうやって日本解体してとかいろいろ言われてるじゃないですか。一個一個の戦争をね、独立してみるとそれぞれって思うんですけど、発端がだから明治維新から考えたら、まあ、一つの締めがさっきの大東亜戦争、はい、って考えたらだいたい繋がっていく何かがあるんですよ。その戦争きっかけ、何が後ろで動いてるかっていう、そういうのが見えてくるんですよ。英国王室とか天皇家とかそういう貴族、そういう方々、政治経済とか政府とかある意味ちょっと別じゃないですか。権威があるとかよく言われますけど、そういった方々の力でもある。いや、そこも操られてる。そうなんですか。そうそうそう、操られてるっていうか乗っかっているというのか、本人たちはそういう思いもない。僕らもそうです。そんなとこ乗っかってると思ってない。だけど水は自由に流れてるつもりだけど、高いとか低いとこ流れる感じで、あるとこ行き着いちゃう目的があって。 そうそうそう、そこに進んでるんですね。ただそこに問題なのは、彼ら感情がちょっと乏しいのか、合理性すぎるんですよ。平気で戦争を起こしたりとか、何億助けるために 何十万は仕方ないよねって平気でできちゃう感じです。そう、よく聞きます、うん、視点が違うっていう。違う。それは僕らじゃ分かりづらいんですよ。だってそういう感情で見れないから。その手の何千年の歴史で踊らされてるって感じですかね。ある時は僕分かったのは、自作自演と思ったんですよ。分かりやすいので言うと、9
事件が自作自演だとか言われるじゃないですか。そうそうそう、みたいな形で、うん、それのこう100年単位版ぐらい。そんな彼ら考えてるんですか、未来のこと。ここに合わせると多分100年前動いてる感じ。だから明治維新が起きた瞬間に大東亜戦争、第二次世界大戦決まっちゃってる。あ、もう決まってて、そう、次ももう決まってるってことですよね。この先の100年もその先の仕掛けの話は聞かないんですよ今のところ。ここがだから集大成かなと思ってて、今度官邸した時にこの2026、2027でポーンと波動が上がるように運気が高い方が出てくる。最高じゃないですか。そうそう、だからそれを今僕はすっごい期待してるんです。面白いんじゃないかと。その鑑定っていうのは主にその陰陽道のあれですよね。まあ陰陽道ね、いろんな、はい、占いみたいなことも可能ってことですよね。まあ占いをいろいろ駆使するんですよ。よく1個でやりましたね、はい、複数使うんで、だいたい1回4時間から7時間ぐらい。長っ。大変なんですよ。1人ですか。1人見てくださいとかも頼めなくなっちゃったそれもあったんでなかなか開けなかったんですね。開けるっていうのはすみません、どういうの。あ、募集。ああ、そういうことか。そうです、今回ちょっとね、見ないといけない状況になっちゃったんです。なっちゃったんだ。なったんです。ええー、と思いながら、最初は数人だけだなっていう形で見たら、はい、先端って言って皆さん見ちゃいけないっていうのを最初に確認するんです。あ、あるんですね。最初こうやってるとまず募集受けて、はい、それでお断りする前提、ほとんど今までほぼ 10人中1人ぐらいしか OK 出ないんですよ。ほぼ全部断られちゃう。そのつもりでパッと、ああいいですよって軽く開けたら、見ろ見ろ見ろと。募集でこの名簿に載ってる方、外す方いますかって言ったら、ないって出たんですよ。全員見ろって出てたんですよ。ちょっと待って、1人7時間もかかるわけでしょ、どうすんのっていう感じになってた。大変じゃないかって。そうそうそう、それなんでこれを開けないといけないかって言ったら、それをだから見せたかったんだと思ったんですよ。未来よね。そう、2026、2027はそんな悪い年じゃないぞって。ただエネルギーっていうかね、気が強くなるから、うつさがないと壊れちゃうんですよ。まあ、そうですよね。いろんな現実はみんな平等に起きるけど、うん、それを受け止められる器があるかっていう。それもあって、武術の特に。え、そうなんですか。そう、腰を鍛えるところをずっと苦伝だ。本当にちょっと物理的な体も大事ってことです。体が丈夫じゃないとね、精神が引っ張られちゃうんですよ。特に腹とか腰が一番要でしょ、腰って。だから腰徹底的に鍛えるんですよ。スクワット。スクワットじゃない、外なんです、ね、スクワットじゃない中なんです。中を鍛えないときね、うん、インナーマッスル。そう、積み重ねはそういったことを教えてるんですよね、稽古であり。あ、そうそう。ちょ、最近体調崩したので忙しくなったりするとやっぱ神経使ったりして散乱するじゃないですか、はいはい、そうなるとダメになっちゃうときがあるので、体をやっぱ鍛えておけば頭の中がね、ぐちゃぐちゃ減るんですよ。変な独り言みたいな。もう一生してますよ。体を鍛えると消えちゃいます。消えるんだ、うん、うちらはさ、修行する時間ももったいないと思ってるんで、で、果たしたら実務やるから、実務優先すると修行時間なくなっちゃうんですよ。仕事しながらその鍛錬できるように組み込まれてるんです。最高じゃないですか。そう、ちょこちょこやるから変な疲れもないんでね。小さな毎日のコミットが大事ってよく言いますもんね、はい、そうです、よくできてるんですよね。日常に全部流し込めるっていうか隠せるんで、まさかこの家が武術やってると思わないんですよ。もうスパイ集団じゃないですか、あれ。本当に、まあ、そうですね。旗打ちってある意味その天皇お守りです。もともと侍ですもんね。街中にも警護で入るわけですよ。そうすると明らかにでかい体してってるとバレるでしょ。それとら警戒されちゃうんです。相手がもうそうか、分かっちゃいますからね。分かっちゃう。そうならないようにこう体を作りしますね。いつから始まったのか分かんないですけど、日本実はすげえっていうブームが来てるんですよ。右脳左脳で、右脳鍛えたら直感力で、縄文人はそういう生き方していたみたいな、そういった人だからどんどん出てきて、ある意味今日本すげえブームになってるんですよ。日本すげえっていう、それは本当なのか。多分切り口だと思いますね、はい、ただ隠されたものは深いっていうのは分かります。そもそも日本の地形上ね、国として独立してるのを保っててもおかしな話なんですよ。周り全部できてる。なんでこれで独立できてるかって言ったら、それは何かがないと。何かがないと、何かが作用してないと難しい。あれ、日本実はめちゃくちゃお金持ってます。都市伝説がめちゃ持ってますね、はい、やっぱ持ってるんですか。だってリリーゴールドとかね、いろんな言い方ありますけど、ないとそんな噂出ないわけですからね。それは実際使ってるんですか、裏では。一部はずっと使ってると思いますけどね。日本のために。一回戦争負けてますからね、いろいろアメリカに流れたりもするんで。あ、一部は流れたりとかいうね、ちょいちょい聞きますけど、結局ドル円ってね、 FX とかは基軸外貨で見ると基軸通貨の中に入ってますよ、メジャーにね。負けた国の通貨がなんでドル円、下側支えてるのは全部円でしょ。あ、ドル円ならないんです、はい、でもドル円はなれるんですよ。だから円にみんなが群がってくるのは何か持ってるから。こんだけ破綻してるって言われながら140、150とずっと維持してるよく言う、あの金が大切ってよく言うじゃないですか、世の中で。
金は大切なんですか、そういった意味で。やっぱ昔からなんか金ってやっぱ登場してくるじゃないですか、いろんな意味で。金は象徴ですね。象徴なんだ、うん、それもの自体は別にそうでもないんですか。昔から近代まで金が最高っていう時代って近年しかないはず。ちょっと前だ銀が最高だったりとか。ああ、そう、変わってるからね。変わってる、変われるってことは最高じゃないです。今は金を最高にした方がいいっていう象徴でしかない。だから裏があるんですよ、ある意味権威づける何かがあるわけです。何で決まってるんですかこれ。じゃあ簡単な一つは歴史だったり。歴史ですよね、うん、血筋だったり、あとはどこが親元かみたいなね。親元知ってるんですか。結局最後通貨に権威つけるのは王族なんですよ。王族なんだ。王族が金大事って言ったら金が上がる。はあ、なるほどね。そういう仕組みがもうできてる、仕組みができたってるんです。さあ抗えないです、誰も。でも抗う人たちもいますよね。今こう起きてるのはそういうことですよ。国際金融資本家たちであり、そうそうそう、ユダヤであり、あのヨーロッパの、うん、結局はそこに太刀打ちできず、こうずっと抗えてる。これ何なんですか、いつから決まったんですか。地球に降り立った人々からですかね。地形なのか。日本ってすげえ地形とかよく言いますけど、僕は実験かなと思ったんですよ。こうしたらどうなるかな、ここをこういじったらどう発展するかとか。なるほどね。いろんな実験を試して、そうそうそう、今ちょうど仕上げにかかってて、そう感じ感じてるんです。僕はもう石器時代、鉄器時代がやっと終わると思ったんですよ。いますか？いや、だって石使ってるじゃないですか。コンクリート使って。使ってる使ってる。で鉄でしょ。うん、ただ鉄器時代まだ終わってない。うん、すげえ進歩してるかと思いきやこれ。いやいや、ただの延長で極まっただけなの。やば。物が発展してきたから行き過ぎちゃったんですね。鉄器時代究極系みたいな。究極に完成形行っちゃった、はい。そこに対して精神性追いついてないから、ここで脱却すると多分人類史始まる。やっと？やっと始まる。ここだから元年がこれ2026、2027と思ってるんです。やば。めっちゃアホな質問していいですか？あ、はい。宇宙人っているんですか？いきなりですね。はい。すいません。僕もなんかその人類全体でぶっ飛んだ世界に行きたいっていうのも、いろんな宇宙種族とかそういうのがいたとしたらね、交流してそういった世界にしたいんですよ。小学生みたいなロマンですけど、うん、まあ、これはいくつか雑伝があるんです。歴代の人の誰かがこういうの見た、こういうの見たっていうんで分からんから、以上記録で残ってるんだと思うんです。もう一部ではもしかしてどっかで残ってるかもしれないけど、残ってる可能性もあるっていうのは先日お話聞いたんで、開示されれば拝見したいなと思ってます。今結構開示の時期じゃないですか。最近めっちゃ出てきてますもんね、はい、あれは何なんですか。うさんくさ見える人たちも中にもいるじゃないですか。どっちも公平っていうのか、中立で見ればいいと思います。全部は全部嘘で、全部が全部本物じゃないですか。僕の話もそうですよ。よく冷静に見た時に何が整合性取れてるかとかは、どんだけ保留できるかが結構真実に近づく。そうですよね、うん、ね、以前の上川さんが真実 ABCDE ぐらいのある出来事のね、いろんなパターンを同時に見て自分でその中で分析するんですよね。当事者あって相手がいて、はい、中立中を取ろうとした人とかいて、それをちょっと横で見てる人がいて、うん、遠目で見てる人がいてと、だいたい5種類あるはずなんで、5種類揃ったらほぼ真実。じゃあだから別にある意味皇室やら何やら言ってる人たちもある種事実を語ってるってことですよね。彼らはだからそれぞれの真実を語ってるはずなんです。なんでこのタイミングでみんな出てきてるんですか。やっぱ締めに入ったと思ったんですよね。あ、時代の隠してたものを出して、さっき言った日本がどんだけすごいかっていう、各家の古いものを見せていくっていうんじゃなくて、こういう人間たちが揃っているのが日本だよっていうの多分一番の伝えるべきことかなと思ってます。本来はね、うん、そうそう、その中でお話がどんだけうさんくさいとかも、長く続いてきた事実は残ってるってことは真実です。書き換わってるかどうかというよりも古いっていうの大事、そんだけ保ってきたってことね。じゃないとこの神話も消えてるはずなんですよ。でも神話が残ってるってことは、荒波に揉まれながら生き残ってきた一族がそこにいるってこと、あ、ここが大事です。でそれは一人じゃないんですよ。ヨーロッパとは王族だけだったんですよ、うん、貴族だった、うん、日本はそれ、そこら中にいるんですよ。そこら中にいっぱいいる、うん、そうそう、それが面白いところなんです。日本は数が多いんですよね、そういう古いの。天皇家とか公家とかだけじゃなくて、うん、武家もそうだし、うん、ルーツっていうかこのつながってきた根っこであり、そうそう、これから絶対もっと出てくるってことですよね。じゃあどういう情報残ってか分かんないんですけど、よく聞くのは、まあ、大名の方ちらちらとご子息っていう方はいらっしゃるけど、歴史あんまり聞かないですよね。出されてるか分かりませんけど、そういう感じでもう少し出てくるんじゃないかなと思ってます。これちょっと答えられるか分かんないですけど、いろんなことされてて、時には怖い目にあったりなかったり多々ありますね。多々ありますよね。はい、周りにいる方が突然消えたり、人の出入りは激しいですね。人の出入り
そういうところがねあるって。本当にひどい時数年間ずっとホテル毎日帰りながら同じとこにいたらいつ押されるか分かんないですから。狙われるんですか。それでもういよいよ体調悪くなってどんどんやつれていくわけですから。そう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 、精神的にやられちゃうんでね、うん、なんか残したいなと思った時に、うん、ぶちまけてやるって喋り始めた。逆に喋っちゃった方がね。あ、そうそう、そう思ってこう教え始めたっていうね。それで言うとエメラルドタブレット、エジプトの錬金術やらいろんなことが書いてあったっていう、あれも口伝じゃあ十徳って言って侍が守るべき十個の教えが書かれた石がそれが十回でありエメラルドタブレット。昔あのヨーロッパでそのタブレットだっていうのを見たことがあって、見たらあれこれ日本にあるよって言ったら相手びっくりしちゃって、うちで練習してる教えと一緒なんだけどって言ったらはっってなっちゃって、一緒だったんですか。一緒一緒。ヨーロッパの方ではエジプトとかの辺がルーツです。ルーツで、ですよね。そうそうそう。その写しっていうレプリカでそれっぽく作ってたんだけどよく読めないわけですよ。何語なんですか。なんかアヒル文字かなんかですよ。ちょっと日本語っぽく読めるの。残ってるんですかそんな。向こうはらよくわかんない草木文字のなんか延長だと思ってるけど、あれこれってさよく僕あの写メでアヒル文字とかさちら持ってるからこうで合わせてたらさ若っぽいのが出てきてさ、なんかあれ、まあ、そうそうそう。世に出しましょうよそれ。極めつきはねそのそこで出てるね歌は賛美歌みたいな歌があって、これ意味が分かったんですよ。5つの種族栄光あれって言ってるんでしょとか言ったら、え5つですかとか、そんな感じでちょっと向こうは分からずその歌をずっと歌ってたわけで、それがなんか無体力から伝わった言葉って、あのムーからなんかヘブライ語に似てる感じね。それで聞いたことあんなと思って、これ誰から聞いたんですかって言ったら、なんか遠い昔東の国から人たちに教えてもらったって言われたんですよ。東の国でもこっちしかないんでね。中東から日本に来たのはねある方がね証明されたが、今度こっちへ行ったっていうのは証明したいですよね。そうですよね。でもねお話に聞くと今でも結束力あるから、何かあったらみんなでそれこそ災害とかすぐ動かれたって言ってましたよね。動いてましたねやっぱり。その金銭的な支援であったりって感じですか。とかもう物資的なもの、あ物資も送ったり、送ったり、はい、そういったのはもういち早く動けるようなもなんか当たり前やってるんでね。あんまり資金源もえぐいですもんね。おそらくこちらはまあ贅沢しないっていうのがまずあって、はい、それ貯めて貯めるんですよ。あちゃんと貯めてあるんです。うん、そうそうそう、それそういう時に出すんです。かっこいい。まあ各々のグループがそういったことをおそらくしてるて、もう独自で判断やれとは言わないです、うん、ただやっぱりそういうのは皆さん心がけてる方が多い。ただ陰徳すぎて誰も分かんないんで、陰徳すぎてね、そうそうそう、褒めてとは言わないんですけど、言わずないかもしれないですけど、もう10年褒めれなかったらちょっと寂しいじゃないですか。ちょっと寂しいですよね。そうそう、せめてちょっとこちらがこういう方いらっしゃいますっていうことは、それこそ日本人はまさにもう政府批判したり政治家批判したりいろんな方が批判したりするじゃないですか。大企業だなんなら、いやいや頑張ってる人たちは頑張ってますよってことでもありますよね。ある種そうそう、ちゃんと会計費になったなって支えようとされてるんだから、ね、それはぜひぜひ応援してほしい。ちゃんと考えてやってますよね、うん、みんなね。だから政治とかね国に頼らず自分をまずはね、自分で自分のお金を正しいところに流すって、それが一番いいんです。結構最初の方で言っちゃったかもしれないですけど、はいはい、みんなに今後どういった生き方をしたらいいんじゃないかみたいなアドバイス、僕はよく言ってるのはアナログを大事にしてほしいんです、うん、デジタルはもうね AI 出てきたからもう勝てないんですよ。キーボードより筆持つとか、ね、筆、なるほどね。そう、ちょっと原始的だと思ってたものに手を触れてほしいなと思ってますね。 3D プリンターもあってこういう造形もいいんだけど、何でも作れちゃうね。あえて彫刻刀にいるとか、あなるほどね、うん、当然人間が作るんで歪むだけど、それ味でいいんですよ、まあ、そういった感じで感性を消しないは、はい、おそらくこれからの時代は必要になってくるんじゃないですかね。農業とか絶対感性ないとできませんし、ね、まあそう言われてますよね、うん、農業もね間違いなくこれからちゃんと土の状態見て、ね、そっちを感じたものを、ね、そうそうそう、空気を見てね、そう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 、なるほどね。なんか聞きたことありますか。子供の時におじさん二人が、はい、あの星から来たって言ったじゃないですか、はい、そのあのって特定で、ちょっと思った俺も一個はスバル、プレアデス星団ですね、散らばった、いっぱい散らばってるさ、スバル、オリオン、オリオン戦争っていうね、オリオンはここって個体じゃない機体から来てるとかで、正確だね、めっちゃ具体的に言うんですね。具体的、銀河系の直径がクレで残ってて、分かるんすかあれ、誤差は当然あるんですけどほぼぴったりで、これただ偶然かなと思ったら、これ厚みもちゃんと入ってるんですよね。厚いところはこれ何十金とか書いてて、ここはこうこうこうって書いてる。もう一個これ書いてるのは西遊記あるでしょ、西遊記にちゃんと書いてるんです。書いてあるんですか、うん、で読み方によってはそれ全部出てくるんです、宇宙の数字がね西遊記に。今で言うと何光年とか、うん、今で言うと 1au って言うんですかね、うん、1au に近い数字を持ってて、それで何個の幅で、何個の高さで書いてるわけ。やば、もう全部分かってたってことです。分かってる。遺跡とか見るとみんな星書いてて、はい、絶対間違いないから見ててましたよね、全部星の位置とか見て書いたとしか思えない、ね、気になってるのは地球と火星の間なんかあるんですよ、地球と太陽の丸上なんかあるんですよ書いてて、これ何って言ったら、うん、
で、そこがね黙ってたんですけど、今見つかってないしななんて言って、それなんで開示しないんですか。開示してもほら今の天文学じゃありえない星だ。ありえないのか。時代が追いついたら、追いついたら出てくるんじゃないですか。観測できてないって。できているんだけど、重力の歪みと足した時のね引っ張り方ってほら手でまで出ますでしょ、うん、ちょっと近いんですよ。なんか引っ張ってないとここにないの。それ NASA とかも気づいてないんですか。気づいてんだけど、なんか意図的に隠してない感じしますよね、うん、だからそれを最有機で全部残しているんですよ。最初の方に数字いっぱい並んでますが、あれ全部そう、あれ口伝で見れば全部宇宙の構造を書いてるんで、すごい。そうそう、それでもともと暦、旧暦の暦を計算する、歳差運動ちゃんと計算しているんですよ。やば。ちゃんとこの周期表を作って、江戸時代ぐらいが見たらおかしいでしょ、うん、江戸時代毎日こう夜見て、同じ時間に見てどうなってるか見て、それでそんな正確にね。正確の日本人数学得意なんです。微積得意なんです。十何歳で頭にかも使ってるんです、はいはい、素数なんかもね。使えないと占いのあれが出ないんで。あ、そうなんですね、うん、ちょっとそういうのあるんですよ。なんか他にあります？今あんま喋ってないこととかって。まあ結構抑え気味に喋りました。抑え気味に。そうですよね。皆さん知りたがるの分かるんですけど、知った瞬間にどうなるかっていう先考えないから。あと先考えずね。そうそう、知ったからすっきりじゃ済まない時もあるんですよ。むしろ知ったからモヤモヤしてもっとしてね。モヤモヤすること僕らもこんなやってて、ある時気づいた瞬間本当に愕然としたことある。言ってましたよね、うん、ずっと守ってた人側が実は家を潰したんじゃないかって疑いが出たわけです。でもそのまた上がいたわけですね。いろんな勢力が中にいて、そうそう、全部仕込まれて、そういうのが見えた時に、同じ名前でも一本じゃないなって気づいたら、ああこれは奥深いわと。なるほどね。こちらも1月2いつですか。1月25日に25日にね、はい、発売された開運法、まあ、主にどういったことが語られてるんですか。侍とは何かっていうところから始まって、私の幼少期からの経験体験、うん、一番伝えたいことはこれ、確か開運として初級ですよね、うん、初級の話をさせていただいてますけど、よく運が決まってるって考えちゃってる方多いんですよ、うん、だけど運って使えば鍛えれるんですよ。才能の一個なんです。やっぱよく言うね、運は才能、うん、やっぱそうなんですか。そう、もったいぶって使わないよりは使い切った方がいいですよ。そうするとどん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 強くなる。一応そういったこと、これを読めばまあ鍛えられるよってことなんですね。だからここに書いてあるのは正直最初の初級の書の字かもしれませんけど、運ってこんなに変わるんだなってことを体験してほしいなと思ったんです。僕もでも変わりましたもん、人生、自分で生き方を変えると、はいはいはい、やっぱ自分で人生作れるんだなっていうのを実感しましたね。そうそうそう、まずそのきっかけになっていただければなと思ったんです、うん、今回は、はい、いわゆる鬼門遁甲っていう戦術をちょっと簡単にして使いやすくしたって。まあ一般の方でもね、初めての方でも、はい、そうですね、これからのこの2026-7年を生き残るためのある意味ね。そうですよね。でも、うん、プラスこれをちゃんと鍛えていただくにはもうちょっと体の作りも、体作りもそうですよね、はい、そちらをちょっと優先していただくと一気にみんなで上級コースに行くためにね。いい、ご反響って申し訳ないですよ。サーバーがちょっとでパンクしてるんです。え、今パンクしてるんですか。すぐで固まっちゃうんです。ちょっと何してるんですか。ダメじゃないですか。何のサーバーがパンクしてるんですか。全部ね、個人ごとに全部バンを作ってるんですよ。中でちゃんと計算して入れて見れるようにしたんですけど、想定アクセスがじゃあちょっとみんなほどほどに来てくださいってこと。近々増強します。またサーバーを強化したらね、強化しますんでね、うん、まあでも今後もね、こうやってどんどん前に出て顔出して喋っていく予定ではありますよね。予定ではですよね。いや今後ともね、何かありましたらよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、いや今日は本当にありがとうございました、こちらこそ本日ありがとうございます。